共産企業様をを私ご紹介をさせていただきますお耳拝借できればと思っておりますでは、協賛企業様、まずはですね、えー、三社様は、今日うお越しいただいてますので、ちょっとお顔を出していただきたいと思っておりまして、ハートスフードクリエイツ株式会社の荻野様、いらっしゃってますか、今、会場にはいらっしゃらない、あ,あいらっしゃる。 あすいません。じゃああの荻野さんは恐れ入りますが。 ちょっと前にお越しいいただいてあのこの後ですねあのご紹介した後またあのつながっていただくのでこの方がお日野様ということで顔でを覚えていただけたらと思いますハートスの給食は子どもたちがおかわりしたくなるようなおいしい給食を目指していますまだ成長初期の段階にある子どもたちの舌はとても敏感ごまかしがきかないと同時に本当においしいものはおいしいとちゃんと分かってくれます子どもたちの心身の発達にとても重要な役割を担う給食 ですから素材にはとことんこだわりますそのために原材料費がかかるのは大歓迎とさえ思いますしかし本来地元で採れた新鮮な旬の食材というのは八百屋さんや魚屋さんで一番美味しく栄養満点でしかも安いものです で季節外れのものを使ったり珍しい高級食材を使ったりキャラクターもので子どもたちの目を引くために原材料費用をかけることにハートスはあまり賛成していませんなるべく安くて本物の食材を使って毎日給食で食べてもらいたいスタッフ自ら農家さんや漁師さんのもとを訪ねてで自分たちの足と舌で選び抜いた食材を調理し子どもたちがおいしそうに残さず食べてくれるあの瞬間のために私たちは食材にこだわっているのだと思います 思います2019年淡路島に自社ファームを設立しました子どもたちに安全でおいしい給食を食べてもらいたいその一心で淡路島に自社ファームを作ってしまいました現地のベテラン農家さんたちの力を借りて少しずつですが子どもたちの食卓に上る食材を自社製の野菜に置き換えていますということで今日は荻野さんにね来ていただきましたハートスフードクリエイツ株式会社様でございます はい、ありがとうございます。何か一言おっしゃいますか。<laughs> はい。あ、すみません、えー。ハートスフードクリエイツの荻野と申します。よろしくお願いします。えー、私たちはもうあの子供たちの食事っていうところで、あの幼稚園、保育園、子ども園、えー、企業型の小規模のところまで、あのすべて。えー 京都、大阪、えー、兵庫っていう形で、あの事業展開をさせていただいてます。子どもたちのあの食の、えー、現状と、まあ、それあのその子どもたちに携わるあのお父さんやお母さんたちのま食、あ、生活の改善というところでは、あの、えー、そういう子育て世代のところからこう発信できたらいいなってあの業務の中であの考えております。 以上です。はい、ありがとうございました。あ野さんでした。<laughs> ハートスフードクリエイツ株式会社様です。では、続いて、有限会社、高素科学研究者、え、今本博子さん、いらっしゃってますか 今本さんあ恐れ入りますがじゃあ前にはいありがとうございますご紹介させていただきましたもうあと一言だけじゃあ後でお願いいたしますよろしくお願いしますえー、今日は今本様にお越しいただいています有限会社酵素科学研究所不原酵素は昭和27年微生物学者であった先々代の藤原忠一郎が完成させました目的はあらゆる人の健康を支えることを基本に生きた酵母菌を腸まで届けることです 日本で唯一生きた酵母菌を培養発酵させる許可をいただいて製造するたびに国の検査指定機関にて酵母菌数及び大腸菌が陰性であることを確かめて出荷しております人も腸内の微生物も分解しきれず腸壁に残ったタンパク質などを酵母菌が分解消化することによって腸をきれいにする作用を示します 公母菌なくして酵素は存在しません。酵素単体は生命体ではないために触媒作用が行えません。オス、メスのモルモット実験において安全性は確認されました。また変異原生実験。 において大腸菌、サルモネラ菌を数秒で死滅させたため、酵母菌を取り除いた実験においても死滅させました、えー。総合的な効果として酵母菌は腸をきれいに保ち、お腹の調子を整え、現代において化学物質、えー、汚染物質を分解、解毒する作用がありますということです。はい、それ言います。石井一言、今本様お願いします。こんにちは。初めまして。腸内フロア学会ね。そしてあの心配あの。 ノんノーガスウォーターを通じて今研究をしております。ものすごい成果が出て新しい未来をうちの会社もいただきました。何つこれからもよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。有限会社高素科学研究所の今本博子様でした。ありがとうございます。で、もう一、一社ですね。はい、株式会社ソフィア。今日は石田千尋様,様に来ていただいております。 はい、株式会社ソフィア様ご紹介をさせていただきますあとで一言だけで結構ですので、はいえー、当社は16種31株の人由来乳酸菌ビビスス菌を無農薬無化学肥料栽培の大豆で作った、えー、豆乳バイチ に入れてで発酵熟成抽出ししたたを再現したサプリメントです第醐とは醍醐味の語源でお釈迦様が約2700年前涅槃に至る前の苦行の末に飲んだと記されている牛の発酵乳の、えーとえー、代謝産物だと言われていますでそれは乳酸菌たちが発酵過程で作り出したエッセンスのことでソフィアのサプリメントはいわば令和の第醐と言えます近年の 腸内細菌学や腸内フローラ研究で乳酸菌だけでなく乳酸菌の代謝産物が免疫を活性化したり脳を含む全身の健康に影響を与えることが判明していますソフィアの第5は乳酸菌酸性物質と呼ばれメタボローム解析による にて、465種類の栄養素を検出し、業界ではナンバーワンです。その中には主に肝臓で作られ、解毒作用のあるグルタチオンや、免疫暴走やアレルギーを抑える、制御性 T 細胞を増やす作産などの、炭査脂肪酸も含まれています。 え、苦中薬として、世界中でたくさんの人や動物の命を救い、ノーベル生理学、医学賞を受賞した大村博士のメビ、えイベルメクチンも、え放射線菌が作り出す代謝産物です。ソフィアは、え天然の抗生物質で悪玉菌を抑えながら、善玉菌を増やすという相反するえ、相反する機能を持ち合わせたスーパーサプリメント。 で感染症時代を生き生きと健康に生き抜くため一家の常備薬代わりにご愛いただきぜひ診療や予防の一助に、えー、役立ててください。ということでえ今日は石田様に来ていただきました。 初めまして株式会社ソフィアの石田と申しますお世話になっております我々は16種類31株の人由来の乳酸菌とビフィズス菌を発酵培養させ2年半の歳月をかけてそれらが出した代謝物を中心にあのサプリメントを展開しておりますどうぞあの治療などにお役立ていただけたらと思いますよろしくお願いします ありがとうございます。株式会社ソフィア様から石田様にご挨拶いただきました。では、この後はスライドのみでご紹介をさせていただきます。株式会社リタニアルバイオサイエンス様のご紹介です。航空内の環境を整える新感覚の舐めるだけのサプリデオエイドなど、近年、航空内細菌の乱れが糖尿病や脳梗塞、心筋梗塞や糖尿病 糖尿病、地方症、えー、などの、えー、全身性疾患と深い関わりがあることが明らかになりましたがいまだ、えー、安全安心に口腔内環境を改善する方法は見当たりません。LBS カルチャーはドライマウス口、えー、内の、えー、ネバネバや口臭など口腔内環境を改善し 便秘や便習改善など、腸内環境改善効果を有します。今後、口腔内環境改善のエビデンスをもとに、え、一家歯科連携による介護分野を含めた共同研究を希望しています。というこです。はい、リタニアルバイオサイエンス様でした。で、最後です。え、大高酵素株式会社様です。植物酵素飲料、スーパー大高をはじめとする酵素飲料のパイオニアで。 いいらっしゃいます腸内細菌は免疫の司令塔と言われておりますだから腸内細菌を整えることはウイルスや病原菌などの外敵から体を守るために最優先で取り組まなければならないことです古来日本人の食生活には自然発酵させた味噌醤油納豆甘酒、えー、寿司、えー、など 漬物もそうですねが身近にありそれを毎日食べながら場内環境を整えてきましたその原点に立ち返り自然発酵食品の役割をもう一度見直したいそしてその本質を後世に伝え人々の健康増進に貢献し続けたいこれが大高高祖の願いです ということで、ご紹介をさせていただきました。ご協賛いただきました皆様のは、あのこの小録の方にもですね、記載されているかと思います。どうぞ、この後もご覧いただきたいと思います。ご協賛いただきました皆様、どうもありがとうございました。